はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もご視聴くださいましてありがとうございます。今日は3月30日に収録しております。ここはどこかと言いますと、テンガラモンのロケ地の一つ、琵琶湖のマイアミ浜、マイアミビーチに来ております。4月5日、春馬さんの32回目のバースデーを、今回ほっこりカフェでは皆さんから実際にバースデーカードを送っていただいて、そのバースデーカードを撮影する形で4月5日の朝に記念動画を、ほっこりカフェの皆さんの、本当に祝福の思いを集めた動画を、作らせていただきたいなと呼びかけさせていただきました。で、後ろに並んでるんですけども、ちょうど80通のバースデーカードが北海道から九州までのほっこりカフェの皆さん、そしてまた海外はニューヨークのけいこさんや、また台湾のさえさん、ちびごだいくん、もう世界中の皆さんから送っていただいたバースデーカード80通が今こちらにございます。で、先ほどからこの撮影してたんですけども、琵琶湖からの、風がちょっと強くなってきて、並べたなと思ったら、ちょっとカードが飛んでいったりして、それをまた慌てて戻したりしましたので、ちょっとカードの台紙と、その用紙と、ひっついてないやつなんかはちょっとバラバラになったりして元に戻したとは思うんですけども、ちゃんと元通り戻ってなかったらお許しください。何よりこんなにたくさんの方のほっこりカフェの皆さんが実際に手書きのバースデーカードを書いてくださって、こんな風に32回目のバースデーを、春馬さんのことをみんながこんなにお祝いしてるよっていうその思いを天に届けたかったので、なんか結構裏表書いてくださってる方もおられたりして、もうざーっとこう撮影させていただいたので片面しか撮影できないなと思います。で、4月5日にアップさせていただく動画では、このざーっとご紹介させていただく動画になるんですけども、本当に素敵なメッセージをたくさん書いてくださってますので、またゆっくりとこのメッセージを読み込ませていただくような動画も4月5日以降にアップさせていただきたいなと思っておりますので、またその時に結構この凝った手作りの、バースデーカードなんかも手作りで作ってくださってる方とかもおられますので、ちょっと詳しくはそのカードの紹介なんかはまた4月5日以降にアップさせていただきたいなと思っております。昨夜のほっこりカフェでもちょうど1週間後、4月5日に向かって皆さんで一緒に頑張っていきましょう、そんな思いを話させていただきました。そしてまた4月1日から、上映、されるところが多い、森の学校テンガラモンも上映されます。本当に昨年以上の祝福の思いが日本中から本当にこう、湧き上がるような4月5日を迎えられると思っております。昨年の4月5日より今年の4月5日の方がさらに春馬さんを思う愛の思いが全国に広がり、そして全国で映画館を中心にこうみんなでお祝いし、そしてまたちょっと気は早いですけども、来年2023年の4月5日はこの今年の2回目よりさらにまたもっと大きな思いで、再来年にはもっと大きな思いで、毎年毎年4月5日が来るたびに三浦春馬という方のことを少しずつ少しずつ忘れていくのではなくて、三浦春馬さん、目の前から消えてしまった方ではありますけれども、その春馬さんの思い、春馬さんの素晴らしさ、そんな思いは年を重ねるごとに4月5日が来るたびに、なんかそれを日本中でどん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 大きくしていきたいなと、今年2回目の、春馬さんがいなくなって2回目の4月5日を前にして、なんかそんな思いがすごく湧き上がって、まいります。まずは今年2022年、春馬さんの32回目の4月5日を日本中の皆さんと一緒に、お祝いさせていただきたいなと思っております。今日は琵琶湖のテンガラモンのロケ地、琵琶湖のマイアミビーチで、ちょっと今ちょうど風が収まっているので、撮影するときはおそらく春馬さんが風を抑えてくれたんではないか、本当にそんな気さえしております。たくさんの素敵なバースデーカードを送ってくださったほっこりカフェの皆さん、本当にありがとうございました。また4月5日の朝にアップさせていただきますので楽しみにしていてください。ありがとうございます。生まれてきてよかった、君と出会えたから。